皆さんこんにちは、大です。現在私は JR 浜松駅に来ています。これから東海道を東へ進み三島に向かおうと思うんですが、正直言ってね、普通列車乗り継いでいくのちょっと大義いんすよね。なので新幹線課金してワープしようと思うんですが、18切符シーズンも間近ということで、今回はねおすすめの新幹線ワープ区間を実際に利用してご紹介していこうと思います。ということで JR 浜松駅の切符売り場にやってきました。定席券売機をねいじっていこうと思うんですが、私が思うね新幹線課金のおすすめ区間っていうのが、ここ浜松から三島までなんですよね。私が今回移動する全区間です。でこれ投資で買うとね、特急券一体いくらなのかというとですね、2530円なんですよね。ただ私今回もうすでに特急券購入してあるんですが、途中のね静岡で分割すると2530円もかからないんですよね。合計しても1980円と500円ちょっと安くなるわけです。これ静岡で分割するとなぜ安くなるかっていうとですね、この切符1枚1枚が特定特急券だからなんですよね。特定特急券っていうのは通常の切符の料金体系に縛られず特別安く設定されている特急券のことです。基本的には新幹線の隣駅同士が特定特急券の範囲になるわけなんですが、浜松静岡間には途中掛川が、静岡三島間には途中新富士があります。2駅またいでね、なんで特定特急券なのかっていうとですね、その途中駅っていうのがね JR 化されてから開業した駅なんですよね。もともと特定特急券が設定されてた駅に新たに駅ができたということで、まあ、そのままにしておこうということで特定特急券がそのまま設定されているわけです。通常より500円安くね新幹線乗り、しかも浜松から三島で結構な距離新幹線乗れるわけです。これは便利ですよね。 JR 浜松駅の新幹線改札口やってきました。こちら3枚の切符でね早速改札入場していこうと思います。ちなみに乗車券はね分割すると安くなることは安くなるんですが、たった10円なのでね今回は分割せずに行きます。この3枚の切符で改札通ります。こんな感じでね普通に通ることが可能なんですよね。ここ浜松から三島まで行くんだったらね一番最初に出る新幹線が先に到着します。なのでね12時55分発のこだま720号に乗っていくのが一番早く行けるわけなんですが、個人的にねおすすめな新幹線があります。それがその次13時17分発の光506号です。これ一体なぜおすすめなのかっていうのはね、まあ、乗ってみてからのお楽しみということで、とりあえず発着する5番線移動していきましょう。 JR 浜松駅新幹線上りホーム5番線にやってきました。乗車するね光506号っていうのはね2番目の発車13時17分となっています。でね停車駅が表示されるので見てみるとですね、光号浜松出ると静岡、三島、新横浜、品川の順に止まるんですよね。なんと途中の特定特急区間の掛川と新富士を通過してくれるわけです。やはりね新幹線の花形といえば高速運転で駅を通過することですよね。こだまだと絶対に駅に止まるということでね、あえて光に乗ってみるというわけです。あ、答え言っちゃいましたね。で列車自体この浜松で待避を行います。13時12分に入線してきます。やはりねこだま号で各駅に止まってるとね、ほぼ毎駅のようにこういった通過を体験するわけですから、やはりね途中少しでもね通過した方が面白いですよね。まもなく5番線に13時17分発光506号東京行きが到着いたします。黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から5号車です。この電車は途中静岡、三島、新横浜、品川に止まります。浜松駅5番線には13時17分発光506号の東京行きやってきました。 JR
東海のね N700 系アドバンス化改造です。こちらの列車にね2駅乗るだけで今回の目的地三島までたどり着くことができるわけです。こちらの列車でね三島まで乗っていきましょう。こだま号はね自由席が結構多いんですが、光号は1号車から5号車の5両しかありません。そのためね結構ね自由席に利用する人が多いんですよね。で自由席利用する場合おすすめなのが一番後ろです。意外とね奥まで歩く人が少ないということでね空いてることもあるんですよね。側面の LED 表示は切れてしまっていますが、早速ね光506号三島まで乗車していこうと思います。横にはね N700 スモール A のねロゴが入っているわけです。結構かっこいいですよね。ちょうど新幹線が通過していくわけです。この列車岡山始発の新幹線ということでね意外と自由席混んでいるんですよね。ただね一番後ろの1号車の場合はやはりね歩いてくる人が少ないからか自由席結構空いてるんですよね。しかも新幹線車両ということでね普通車のリクライニングは結構倒れます。いやこれは快適ですよね。課金する価値はあります。13時17分、浜松駅をね光506号発車していきます。このままね三島まで快適に新幹線の旅を送っていくわけです。やはりね新幹線といえばこの200キロオーバーですよね。在来線では体験できない高速運転をね新幹線では味わせてくれるわけです。こだま号とは違い光号には車内販売があります。500円浮いたお金でね私もコーヒーを購入しました。そういった意味でもねこだま号より光号の方がおすすめなわけです。浜松を出てから8分でね掛川駅通過しています。在来線だと26分かかるけど8分ですよ。早すぎますね。掛川も過ぎたところで特定特急料金の見方についてご紹介していきます。特急料金を調べているとね結構三角表といった表示を見るかもしれません。この三角表上が運賃で下が特急料金になっています。特急料金の部分米印がマークついている時もあるわけなんですが、この米印っていうのが特定特急料金なんですよね。自由席だと特定特急料金対応されるんですが、混んでるからといってね指定席を使おうとするとね特定特急料金は適用されません。通常のね料金体系でも指定席料金になれます。そこだけはね注意が必要なんですが、うまく扱えばね今回のように浜松から三島まで静岡分割で500円以上安く移動することも可能になっているわけです。いや本当にねたった500円かもしれないんですが、塵も積もれば山となる。しかもね時間にしては在来線で行く2時間以上早くできるわけですからね、使わない手はないですよね。浜松を出てから20分、やってきたのが静岡駅です。東海道線普通列車だとね1時間半ぐらい浜松静岡間ってかかるんですが、やはり新幹線20分で来るというね速さですよね。この静岡ではね高速列車待機のため3分ほど停車時間があります。まあ、やはりね光号といえども待機はしないといけないみたいですね。またこの静岡駅では身延線方面へ行く特急藤川7号に乗り継ぐことが可能になっています。13時41分、静岡駅をね発車していきます。次が下車駅の三島です。こちらはですね浜松駅の時刻表です。私今回あえてね12時55分発のこだま720号を乗らずに光506号に乗っているわけなんですが、このこだま720号
三島の到着は13時49分です。対するね、光506号、三島の到着時刻は13時57分、10分も変わらないんですよね。やはり通過駅がある分、光号の方が早いという感じになっているわけです。車内販売があってね、所要時間も光の方が早い。いや、だったらね、もう確実にね、光号の方がお得ですよね。10分15分ぐらいだったら、あってもいいかもしれません。静岡、三島間の東海道新幹線、進行方向左側には富士山が見えるはずなんですが、今日はあいにくの曇り空ということで富士山の様子を見ることができないですね。特にこの富士川鉄橋のところが綺麗に見えるんですが、残念ながら見えませんでしたね。三島到着前の進行方向右側には広大な留置線があります。こちら夜間停泊用に設けられている留置線です。早朝深夜にやってくるとね、新幹線がずらーっと並んでいるんですよね。浜松を出てから40分、やってきたのが三島駅です。乗ってきた光506号はこの後新横浜品川終点東京の順に止まっていきます。在来線だとね、2時間ぐらいかかってくる浜松三島間新幹線ならたった40分とかなり快適でしたね。特定特急券の制度を利用して新幹線ワープしてみた動画いかがだったでしょうか。18切符シーズンも始まりますので、東海道を東西に移動する場合はぜひ特定特急券の制度を使ってみてはいかがでしょうか。本当にね、浜松三島間で新幹線使うのはおすすめです。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。